こんにちは。鉄道好き芸人 F2 の鈴川彩子です。本日ご紹介するのはこちら、東京駅駅弁屋祭りで購入することができるウニわっぱ飯。こちらお値段1000円で、通常は北海道の JR 札幌駅で販売。はい、それでは早速開けてみたいと思います。おー、開封、おー、すごい。こちらが、蒸しウニでございますね。タケノコ、そしてしいたけのちょっと煮物ですかね。では早速いただきたいと思います。よいしょ。うわー、すごい。いただきます。うん、これは美味しい。すごい。もっとウニって磯臭いというか、かなり香りがねきつかったりするイメージがあったんですけど、なんかちょっとほのかにその出汁的な味がついていて、もう身がふわふわ蒸しウニってことで、だってどこを取ってもウニがついてきますからね。こんなに、あわあわあわ、うーん、はい、ということで完食しました。いや、もう蒸しウニ最高ですね。これだけウニが入っててお値段1000円は相当お得だと思います。こちらですね、東京駅にある駅弁屋祭りで購入することができるので、ぜひ皆さん東京駅お立ち寄りの際はご購入してみてはいかがでしょうか。以上、東京駅で買える駅弁を食べてみようでした。ありがとうございます。